博多区の中川沿いでキャナルシティ博多が目の前に見える010ビルディング。地上3階建て、食とエンターテインメントが融合した商業施設で、今月11日にグランドオープンしました。営業は午後7時からで、吹き抜け部分のシアターでは食事をしながら海外で話題のショーが楽しめます。また3階部分には西中洲にあった人気レストラン GO のオーナーシェフ福山氏が手掛ける店も入居し、話題となっています。夜を盛り上げるっていうことがもう一泊につながると思うわけですね。もう一泊をしていただけるっていうことでの経済効果は非常に大きいと。観光事業者を対象とした今日の説明報告会には福岡市の高島市長も駆けつけ、新しい夜の観光スポットとして経済効果に期待を寄せていました。コロナ3年間皆さん休んでたということで、その3年後の福岡どうなったのっていうのがやっぱり気になるんですよね。で、福岡でこの新しいところができたよということを嬉しく呼べるということになりますね。ここから屋台にかけてを一個の福岡の新しい観光名所で、特に夜のナイトタイムエコノミーの観光名所になればなと考えてます。国内外の方が来る観光名所にしたいですね。福岡市は010ビルディングを含むここ中川周辺のエリアで水辺を生かしたまちづくりプロジェクトを進めています。福岡市は中川周辺のエリアで公園や広場などを整備する水辺のまちづくりプロジェクト、リバーフロントネクストを進めています。天神地区の須崎公園は隣接する市民会館と一体的な再開発が行われていて、およそ2000席の大ホールや用途に合わせた中小のホールが整備される予定です。また去年完成した春吉橋の迂回路となっていた橋は、博多区の清流公園と一体化したにぎわい空間として生まれ変わることになっています。西鉄などが行う水郷天満宮周辺の再開発もリバーフロントネクストと連携したものになっていて、福岡市都心部のまちづくりは今後さらに加速する見通しです。